こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、ちょっと久々に外で撮影をしたいなと思っていまして、僕が今来てるのはこちら渋谷なんですね。まあちょっとこの辺りはね、僕は学生時代からよく買い物をしていて、馴染みの場所なんですが、ちょっと外での撮影ということで、今日僕が来てるのは、チップスエミーさんですね。ここはですね、結構僕ら大人世代にも使いやすいような、ベーシックなものがですね、多くて、まあ前々から僕の動画の中でもね、結構出てきてるようなブランドなんですね。まあここに今回はお邪魔をさせていただきまして、大人の男性に似合う夏の定番服ベスト5ということで、皆さんに動画をお届けしたいと思っています。ちなみにですね、冒頭でお伝えしておきたいんですが、これは PR の動画ではありません。あくまで僕の方で無理を言って店内で撮影させていただくことになったので、僕のですね、本当にこう本音で皆さんにお勧めできるようなものをですね、5つに絞って解説をしていきたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速店内に入ってみたんですが、まあなんか素敵ですよね。まあ僕の正面に広がっているのは女性ものレディースのコーナーなんですが、まあここのフロアで結構女性ものから男性のメンズは奥にあるんですが、メンズの商品、あとはね、あっちの方は後でご紹介しますが、子供服なんかもあったりするので、まあ、なんか一家でファッションを楽しめるようなお店になってて、なかなかね、楽しいんじゃないのかなと思いますね。こっちがメンズですが、はい。すごくね、なんか僕ら世代にも使いやすいようなベーシックで、まあなんかチップスさんというと、こう、スタンダードなお洋服を、こうトレンド感を少し交えたりとか、まあそのあたりのこう、差し加減がとても上手なブランドなので、すごくね、僕ら世代に響くものが多いなと思うんですね。なんか夏らしいポップな色合いのものも多いし、なんかカジュアルなものも多いんですが、なかなかね、素敵ですよね。ちょっと一応奥も映してもらって、はい。子供服もね、僕もね、あの子供ちっちゃい子が二人いるので、なんかこういったものもね、なんかいろいろ面白そうですよね。可愛らしいポップなやつが多くて。こういったなんかいいっすね。チャンピオンのね、この鮮やかなグリーンの T シャツとか普通に買って帰りたいですけどね。すごく素敵なものもありますが、今回のメインはこっちですね。メンズなので、まあ、この中からですね、おすすめのものを見ていきたいなと思うんですが、早速ですね、一つ目。ちょっとね、このマネキン見ていただきたいんですね。まあこれがね、最初からこう気になっていたアイテムで、まあ夏といったら、やっぱ半袖シャツは欠かせないアイテムなんですね。まあこればっかりはね、なんか僕ら世代だと T シャツ1枚ももちろんいいんですが、たまにはこう襟付きのシャツを着たいなっていうのもあると思うんですね。ただこう袖があると暑いので、半袖でさっくり着たいっていうところもあると思ってて、まあこの半袖シャツめちゃくちゃいいなと思いました。まあ素材の質感見てもらいたいんですけども、これちょっとね、こう通常のコットンとかリネンの感じではなくて、ウールがコンボされてるんですね。ウールとポリエステルが、まあ、半々でコンボされていて、表面の質感がね、やっぱり上品なんですよ。めちゃくちゃ雰囲気いいですよね。はい、ちょっとせっかくなので、僕も羽織ってみたいと思います。これは T シャツ1枚のスタイルもいいけども、なんか1枚羽織るだけで、夏の綺麗めなスタイルが簡単に作れるので、めちゃくちゃいいなと思うんですよね。はい。中でもこの色はグレーですかね。なかなかいいですよね。表記グレーですね。チャコールグレーなのかな。深すぎずっていうところでいい色合いですね。どうでしょうか皆さん。はい。ここでサイズがですね、M サイズなんですね。僕は身長164センチ、53キロで、まあジャストサイズだと S なんですが、まあちょっとこの緩めのサイズングで、あえてワンサイズ、このように上げてもらってもいいかなと思うんですが、雰囲気いいですよね。まあ着方としては。こんな感じでしょうか。はい。色味がね、すごくいいので、なんか大人っぽく見える、ウールコンのね、半袖シャツということで、これは使えますね。まあ、着方としてはなんか、全部ボタン閉めたりするのもいいと思いますし、あとは先ほどみたいに、第1ボタン、第2ボタンを開けて着るのもいいと思うので、まあ、様々な着こなし方ができますよね。ちょっと襟元しっかりと閉めれば、小綺麗な感じに見せられますし、こんな感じですね。はい。僕はちょっと夏は暑いので、第2ボタンぐらいまで開けながら、中に白 T とかをね、見せながら着てもらうと、すごくいいのかなと思いますね。はい。ちなみにですね、向こうに店長さんがいらっしゃるんですが、ね、商品についてもね、お伺いしたいなと思うんですが、これ、どういった特徴が他にはありますかね。こちらが、縦と横にちょっと伸びるような、ストレッチになってるんで。あ、なるほど。やすいよ、素材感。ああ、ああ。
いいですね。なんかウールだとちょっとこう秋冬っぽさがあったりとか、なんか硬いイメージがありますけど、ちゃんとストレッチも効いていて、そのあたりも含めてなんかバランスがいいですよね。重たさもないし、なんかライトなので、これはすごくいいですね。まあ色の展開もね、たくさんあって、ちょっとどれを選ぼうかが迷ってしまいますが、個人的にはこのグレーがいいのと、あとはね、意外と素敵だなと思ったのが、このブラウンですね。この色味も素敵じゃないですか。ね、大人の男性が着て、なんか上品にまとまるような、このブラウンの雰囲気もいいかなと思うので、夏のブラウンね、これちょっと人との違いを出すには、めちゃくちゃいいかなと思うので、こっちも着てみたいと思います。はい。どうでしょうか。このブラウン良くないですかね。なんかこう深みがあって、色使いとしては下に白 T とか着て黒パン合わせればそんなに難しくなくて、簡単にコーディネートもできるので、こういった色合いでちょっとね、人との違いを出してもらうのもいいかなと思うので、このブラウンシャツもね、合わせてチェックをしていただきたいなと思います。で、ここ気になるのが、これはボトムスもあるんですかね。これセットアップですか。セットアップになります。おーおー、これもまたなんか単品使いもできそうで、まあ、先ほどのね、グレーの半袖シャツと合わせてもいいですが、なんか僕はこういったグレーのパンツって夏場に黒パンが大好きなんですけども、ちょっと明るさを出してあげるだけで、だいぶね、印象は変わるので、ちょっとこちらのグレーのパンツも履いてみたいと思います。じゃあちょっと試着してみますね。はい、ということで、履いてみましたが、どうでしょうか。なかなかね、これ軽いですよね。なんか動きやすいし、ウールなんですけども、やっぱりポリエステルが混合されていることで、まあ機能的にもすごく使い勝手がいいというところで、すごくね、これ履いてて気持ちがいいですね。シルエットも夏場にタイトすぎると、それまたなんか熱い感じがするんですが、まあ適度にこうゆとりがあって、かといってなんか緩すぎないような、まあシップさんらしさがしっかりとね、現れたボトムスのシルエットで、個人的にこれめちゃくちゃ使いやすそうだなと思うので、この後ね、ちょっと買って帰りたいと思うぐらいいいですね。まあ、今はですね、このセットアップなんですけども、ブラウンとグレーという形で合わせてもいいかなと思いますし、先ほどのシャツグレーの方も着てみましょうか。セットアップのね、こういったこう、なんだろうな、ジャケットとパンツじゃなくて、あえて、シャツとボトムスっていうセットアップも最近はなんかアプローチとしては増えてるので、皆さんには試していただきたいですね。ちょっとグレー着てみましょうか。僕も普段あんまりこういったシャツを使ったセットアップって経験がないので、どんな具合になるのか、ちょっと自分でも楽しみなんですが、まあ、セットアップってね、もう本当に着るだけで着こなしが完成するので、そのあたりも含めて楽だしいいですよね。どうでしょうか。はい。ちょっと僕も鏡で見てみていいですか。ああ、なるほどね。こういった感じになるんですね。こう、新鮮な見た目ですよね。上下のね、こういった形で色を合わせるのもいいと思うし、あとは先ほどみたいになんか上はブラウンとか着てもらって、色をこうセパレートするのも僕は個人的にはいいかなと思うので、まあいろんな使い方ができるかなと思います。まあ、パンツもね、単体でいろいろ使えると思っていて、例えばこの上にさらりと、なんだろうな、シャツとか着てもいいですよね。ブラック系のシャツなんかも合いそうなので、ちょっとこのあたりも着てみましょうか。ブラックとかネイビーのね、定番的なシャツとかジャケットにも相性がいいようなパンツの色味なので、これね、一色あるとすごく便利ですよね。はい、ちょっと着てみますね。もういつもね、ぶっつけ本番でやってますからね。流れに身を任せてやってますが、はい。あ、いいんじゃないですか。こんな具合で。ブラックと合わせてもらったりだとか、ネイビーとかのね、シャツとかジャケットに合わせるのもバランスがいいので、このグレーの色味が僕は個人的にすごくバランスがいいなと思うので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思います。ということで、じゃあ次はですね、どのあたりに行こうかな。はい。ちょっと気になるものがあって、こちらですね。はい。もう夏といったらね、ショートパンツ。これはもうね、欠かせないアイテムかなと思うんですが、これグラミチですよね。はい。グラミチなんだけども、ちょっとなんか通常と違うような感じもしていて、一本あって、そしてもう一本ですね、実はグラミチありまして、二種類あるんですよね。これ、別注なんですかね、これは。じゃあ別注になってます。はいはい。素材と、あとデザインも、うん、左側の方が、はい、ジャムショーツっていう。ジャムショーツ。グラミチのショーツになって、うんうんうん、ちょっと今っぽくゆったりと膝丈ぐらい
形になってます。ああ、なるほど。で、右の方が、メテル少女っていう、こちらは近年流行っていた、ちょっと短めな。なるほど。なんか同じグラミチなのに、こう、二種類あるってところが、すごく個人的には嬉しいなと思っていて、サクッとこう、休日に履いて、足さばきがいいのは短い方で、まあ、これはこれで安心感があっていいなと思うので、この長さも結構需要はあると思うんですね。僕もこういったグラミチのやつ持ってますが、まあ、先ほどおっしゃってたように、やっぱり最近はちょっとこう、ね、全体的に流れがゆったりめのものになってきているので、丈も少し長めにしてあったりだとか、まあ、ゆったりめの感じを出していて、こちらもね、なんか、トレンド感をより出したい方にはすごくいいんじゃないかなと思いますね。このあたりもゴム伸びるんですよね、ここが。ここすごいいいなと思っていて、ベルトをいちいちなんか取ったりしないで、そのままガバッといけるので、その点はめんどくさがり屋の僕にはすごい嬉しいですね。小技が効いていていいなと思いますね。なんかやっぱり別注版ってことで気分が上がりますよね。人との被りもないので、そういった点もいいし、あとこのね、グラミチって言ったら、これなんていうんですか、ランニングマンでしたっけ？はい。ランニングマン。はい、このね、走ってるキャラクターの、なんでしょうね、ロゴがあるんですが、チップスさんらしいネイビーになっていて、そういったところも含めて完成度高いので、このあたりの別注のショーツはすごく使いやすいので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。色はやっぱりこうネイビーブラック系の大人っぽいものが、まあ、まずは使いやすいと思うんですね。あとは、まあ、そういった色を持っていたら、表記はどうなのかな？これは、オリーブですね。オリーブみたいな色で履いてもらって、上にこう、ブラックとかネイビーの、こういったシャツとかを着ていただければ、少しね、アクセントカラーになるので、まあ、こういった色合いなんかもいいと思いますね。はい。このショートパンツは、別注の中でもかなり使い勝手がいいかなと思って、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。続いてあっちのゾーンも行ってみましょうかね。はい。T シャツが並んでます。夏と言ったらやっぱり T シャツですね。まあね、無地の T シャツってやっぱり使いやすいんですけども、なんだろうな、デザイン的にこうベーシックすぎて、もう一ひねり欲しいんだよなって思うことも少なくないんですが、そこでちょっと僕が気になったのは、このね、形なんですよ。パッと見はすごいオーソドックスな感じで、今トレンド感のあるような、少しゆったりめでいいなっていう感じなんですが、ちょっと見ていただきたいのはね、このポケットなんですよ。ちょっとこう両脇についたこのポケットはなんか特徴的なんですが、これってどういったものなんですか？シャンプポケットっていう、はい、もともとアウトドアのシャツとかの要素ではあるんですけど、はい、ちょっと T シャツ版に落とすことで、はあ、なんか一枚にとっても映えるような作りになってますね。なるほど。ちょっとね、このディティール、なんか単にこう T シャツ無地だけじゃなくて、アクセントが効いていて、いいなと思うんですが、実際に着たらどうなるのか、ここがちょっと僕が知りたいので、ちょっとこちらも着てみたいと思います。はい、ということで着てみました。どうでしょうか？これね、めちゃくちゃいいです。これは欲しい。買って帰りたいと思いますね。正面から見て手をだらっとしてると、このポケットは見えないんですが、横向いたりとか、ちょっと腕を、ね、どかしてみると、この部分にポケットがあるんですね。ここに荷物を突っ込むかどうかはまた別として、一つのアクセントとして、人との違いが出るんですよね。そのあたりもね、すごくいいのと、あとはベースのデザインですね。かなりゆったりめです。これ、S サイズを選んでるんですが、袖も結構長くて、身幅もたっぷりとあるんですけども、こういったシンプルな T シャツこそ、ジャストサイズの無地で何にもないとめちゃくちゃ退屈に感じてしまうんですが、サイズ感をちょっと今っぽくったりだとか、あとはですね、こういったディティールなんかに凝ることで、かなり人との違いが出せるので、使い勝手がいいかなと思いますね。あとね、個人的にはこの色がすごい好きですね。チャコールグレーという形なんですが、ちょっとこうブルー味も感じるような曖昧な色使いがすごく良くて、まあボトムスはなんかこういった今ブラック履いてますけども、ブラックだとか、あとは思い切ってホワイトだとか、そういったものに振ってしまっても使いやすいので、このね、色味も含めてすごくバランスがいいなと思うので、この T シャツは欲しいです。ね、キャンプをやる人もやらない人も、このね、ポケットを使っていただけるかなと思うんで、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。はい、続いて、ラスト5点目はどうしようかな。ちょっといろいろね、素敵なものがあるので、困ってはいるんですよ。ただね、ちょっとね、まあ、シップスさんらしい、ちょっとこう、スタンダード感のあるものをね、選びたいなと思って気になってたのが、こちら。いいですね。もう僕の大好物の、スタンドカラーシャツ、まあ、バンドカラーシャツとも言いますが、このね、襟型のシャツめちゃくちゃいいですね。すごくスタンダードな雰囲気があるんですが、まさしくここタグに
シップスエニースタンダードと書いてありますが、どういったブランドなんですかね、これは。こちらはシップスエニースタンダードというラインになっておりまして、はい、10サイズでやっておりまして、子供から大人まで楽しめるような形でリンクコーデとかもできるようにお作りしているようなベーシックなラインになっています。ああ、そうなんですね。10サイズってすごいですね。そうですね。思い切った展開ですが、なんかこのね、雰囲気すごく良くて、すごくデザイン的にベーシックなので、これだったら、やっぱり男性だけじゃなくて、奥様と一緒に着たいとか、あとはお子さんも含めてね、なんか家族でコーデするのもすごくいいなと思って、まあ、僕はこれちょっとね、着てみたいなと思うので、早速、こちらで着替えてみたいと思います。はい、ということで着てみました。どうでしょうか？いいですね。これはもう間違いなくスタンダードに使いやすいシャツだなと思いますね。シャツ特有の張り感はあるんだけども、シワになっても味わいがあって、なんかリラックス感のあるような雰囲気がいいなと思いましたね。夏の着こなしというと、その先ほどみたいな T シャツもすごくいいと思うし、半袖シャツもいいかなと思うんですが、場合によってはちょっとこう綺麗な感じで着たいとか、もうこういったシャツ1枚をさらりと T シャツの上に着て、あとは腕まくりぐらいでね、羽織物感覚で着るってスタイルも、僕は結構30代とか40代の大人世代には安心感があっていいかなと思うんですね。僕もなんかこれぐらいのスタイルで夏をですね、過ごす日があってもいいなと思うので、これは使いやすいですね。まあ夏ももちろんこれから使えますし、まあこういった素材感だったらあんまりこう季節もね、関係なく長く使えるという点でも、1枚あるとすごく便利だと思いますね。まあ今このように羽織物感覚で着ていますけども、あとは今こういった感じでね、重ね着させていますが、ジャケットのインなんかに着てもすごくいいと思うんですよ。ジャケットの小綺麗さと中に着るんだったら普通のレギュラーカラーとかもいいんですけど、あえてこういったバンドカラーにすることで適度にカジュアル感も出すことができるので、こういった合わせ方も含めていろいろ使い勝手の良さはね、感じてもらえるかなと思うので、このシャツすごい使いやすいと思いますので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではシップスエニーさんにお邪魔をしまして、大人の男性に合う定番的なね、夏服を5点ご紹介させていただきました。まあ、この店舗ね、かなり買い物がしやすいんじゃないかなと思いますね。先ほどもお伝えした通り、女性ものからメンズもあって、お子さんのお洋服まであって、家族でお買い物に来てもね、すごく楽しめるような店舗になっていると思いますし、ね、シップスエニーさんのお洋服もかなりこう、ベーシックスタンダードというところを軸足にしながらも、トレンド感の交え方もすごくね、なんかやりすぎてなくて、僕ら世代にも使いやすいなと思ったので、ぜひ皆さんもね、このブランドを知っていただきたいですし、お店にも足を運んでいただきたいなと思っています。まあ、こんな形でね、僕はこれからもですね、いろんな優れたお店とかブランドさんにお邪魔をしまして、まあ、皆さんにね、おすすめのお洋服ご紹介できればなと思ってますので、ぜひ今後の動画もですね、お楽しみいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。